え、こういうのも大丈夫なんですか。大丈夫、加藤さんこれ大丈夫ですよね、別に欲しかったら別にね、そうダメなもん別にないんですよ。大丈夫もうこれ実際に隊員が使われてるあれですよね。なんか武器庫じゃないですけどすごいですね、もう装備が、ね、自衛隊マンジン激おめちゃくちゃ気になったこれはい、というわけで今日はね陸上自衛隊の日本原、駐屯地の中にね特別に入ってるんですけどね、この自衛隊の基地あの駐屯地の中にもコンビニとかもあるというわけですね。まあ外にもあるんですけどね、53号線沿いのですね、今日ちょっとね特別に入らせてもらおうかなと思います。まあなんか多分違うもの、普通では売ってないものとか売ってんのかなとか、思いながらちょっといろいろ考えながら、ちょっと入っていこうかなと思います。楽しみですね、めちゃめちゃ。クリスマスツリーが、ちょっと失礼します。自衛隊のコンビニ入ります。なんかもう見た目見た外側で見ただけ全然違うなと、売ってるものが、はい失礼します。ね、自衛隊まんじゅう激お限定発売です激せんべいもね、あ、じゃあこういうのも買えることが、その記念行事とか、はいはいはい、普通に、あ、そうですね。あ、この最新版もね、出てますし、200円、気軽に、そうですね、手軽に買えますね、はい、ちょっとお土産的な感じで、もう普通のコンビニとは違うレベルで、別に買えないものはない。え、これ一般の人も買えるんですか。あ、そうなんですか。こういうのも大丈夫なんですか。大丈夫、さんこれ大丈夫ですよね、別に欲しかったら。ヘルメットのクッション、別に、ね、そういうのも別にないですよ。大丈夫ですか。大丈夫です、はい。もうこれ実際に隊員が使われてるあれですよね。ね、自衛隊消防隊専用、あ、この靴の、ね、靴積みね、はい、そういうことなんですね。結構、はい、ね、しっかりした感じです、ね、お、これは駐屯地の、そうなんですよ、日本原駐屯地オリジナル T シャツ、あの、はい、入り口にね、このマークが、はい、日本原駐屯地の、まあ、はい、印象といいますか、あ、もうこれそれぞれ駐屯地でマークが、まああったりなかったんですけど、はい、日本原駐屯地、これうまく、これもなんかすぐ売り切れそうな、だいぶ売れてるんですよね、店長ね、ご好評ってことで、OD カラー、 OD カラー、黒だけではなく OD も準備中と。なるほど、おー、いいですね。あ、カレーもね、おー、これも買えると、ここでしか買えないと。北東ドーナツ号の自衛隊かもしれないですね。へー、その横めちゃくちゃ気になったこれ、あ、これね、確かスカーフなんですよね。
ハンカチか。あ、そうなんですか。なんかご祝儀袋かと。ご祝儀袋は。あ、もらった後ハンカチになる。あ、そういうことなんですか。へ、うん、面白いですかね。これ面白いですね。これも買うことができる。買いますね。すごいですね。これがっつりですね。これ帽子とかもこれデイリー山崎で、ね、自衛隊の帽子というかキャップとかこういう商品売ってるのもやはりこの駐屯地ならではのものかなと。はい、このキューピー人形さんなんですけどね、これも自衛隊のね、売店限定のめちゃめちゃ人気らしいですね。この見学とかで一番よく買われるんじゃないかというほど、売り切れ続出ですね。だからまだ他にもあったらしいんですけど今残ってるのが、これだけだということになってます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すごいですね。なんかもうなんか武器庫じゃないですけどすごいですね。もう装備がめちゃくちゃあるのでもうなんか学校の売店じゃないですけどそういう感じのなんか雰囲気ですかね。なんか本当にもうその訓練というかね、そういうので使うためのものが多いですね。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。